久しぶりだな、ロキ。ペルセウス、本当に君なんだな。お帰りなさい。またあなたに会えてとても嬉しいわ。あなたはガイア様。よかった、無事に体を取り戻されたのですね。私の復活のために力を尽くしてくださって本当にありがとうございます。そしてロキ、君にも随分苦労をかけたようだ。いいんだ、それよりすまなかった。君にした仕打ちは謝って済むものではない。だがそれでも私は。ロキ、君が気に病む必要はないんだ。真実を明らかにするために他に道はないと私自身が望んだことなのだから。それに一度実体を失ったからこそ掴めた事実もある。ガイア様、ハデスはどこです？ハデス？ハデスならそこに。あら？姿が見えんな。先ほどまでは確かにいたのだが。ペルセウスよ、ハデスがどうしたというのだ？父上、それに皆も聞いてください。ハデスこそこの異界で起こっている危機の発端、全ての黒幕だったのです。どういうことだ？ハデスとはこれまで多くの戦場を共にしてきた俺たちの味方ではなかったのか？残念だがそういうことになる。私はオーディンすら操り利用しようと企む何者かがいると踏み、その存在を探っていたんだ。体を失ってからも独自に調査を進め、ようやくハデスの企みを突き止めることができた。ハデスはオーディンを利用しこの異界でユグドラシルを育てさせている。後にその力を己のものとするために、あのオーディンが利用されていた。しかしなぜハデスはそうまでして力を欲しているんだ？すまない、そこまではわからなかった。だが奴が君たちと敵対する存在だということ、それだけは間違いない。冗談だと笑い飛ばしたいところではあるが、ハデスが姿を消した今それも叶わぬな。一体どこへ行ったというのだ？オリュンポスの英雄とは私のことだ。ペルセウス、ゼウスの息子にしてオリンポスの英雄。彼はガイアたちの尽力によりついに復活を遂げる。ペルセウスは連合軍に意外な事実を告げた。あのオーディンさえも操り利用している者がいる。それがハデスだというのだ。ペルセウスの言葉を裏付けるように冥府の王は忽然と姿を消していた。ハデス自身から真意を聞くため連合軍は捜索を始めるのだった。ハデスが全ての黒幕か。急にそう言われてもいまいち腑に落ちないよな。だがペルセウスが嘘をついているとも思えん。いずれにせよハデスさえ見つかればおのずと真実が明らかになるはずだ。そうね、ハデスのこと信じてあげたいけど、こういう情報が出てきてしまった以上本人の口から事実を確かめなくちゃ。でももしもあの子が本当に何かをしでかそうとしているなら、その目的はまさか。
ガイア様、何か心当たりがあるのですか？ええ、少し気になっていることはあるわ。でもそれはあの子に直接聞けば済むことよ。ハデスがユグドラシルの力を欲しているなら、その中心部へ向かったはずです。急ぎ後を追いましょう。あのハデスがオーディンを利用していたとは、やはりにわかには信じられんな。君たちがそう感じるのも無理はない。だが全て真実なんだ。だとしたらハデスの向かう場所はたった一つ、ユグドラシルの中心、ミーミルの泉ね。行くぞ。撃ち果たした。やはり来たか。邪魔立てされるならここで滅びを与えよう。想像はしていたけど、ミーミルの泉には簡単に近づけないみたいね。まず東西の神殿を抑える必要がある。神殿に力を注げば泉への道が開かれるはずだ。時間が惜しいけど、そうするしかないわね。まずは東の神殿に向かいましょう。わしをうならせるほどの活躍をするとは、おごるがよい。お前の相手は私だ。駆け引きの妙、見せてやろう。ペルセウス、顔色が悪いが大丈夫か？まさかあの時私がつけた傷がまだ。違うよロキ、ただ少し胸騒ぎがするが、ここまでハデスの姿はなかった。ということはひょっとしてもうすでに彼は。素晴らしい活躍だわペルセウス、これからも頼りにさせてもらうわね。イーストロフ逃して、はい、はっ、暴れるぞ。見事だ、その武力、百の兵より頼もしい。来たまれ。この神殿にはわしが力を注いでおこう。お前たちは西の神殿に向かうがよい。さあ急いで西に。ちょっと待って、この気配は。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。ハデス、貴様。やはりハデスはもうミーミルの泉に。オーディンからユグドラシルを奪うつもりでは。みんな西の神殿へ急いで、一刻も早く泉へ向かってハデスを止めなくちゃ。貴様、何を企んでいる。冥府で私に力を貸したのはなぜだ。お前に話すことなどもう何もない。さっさと魂をいただくとしよう。ここは私が出るしかなさそうだ。譲れないものがある。いざ参るぞ。な力だ。俺が行くしかねえ。勝負だ。駆け引きの妙、見せてやろう。素晴らしい活躍だわペルセウス、これからも頼りにさせてもらうわね。私がなすすべもなく負けると。
泳ぐか。培ってきた武勇見せてやる。踊り続けて。さあオーディ、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさか要していたというのか。ユグドラシルの力を縁として私を。血をうならせるほどの活躍をするとは誇るがよい。これで西の神殿も抑えられたわね。それじゃ早速力を注ぐわよ。東西の神殿に力が満ちていく。これで泉への道が開かれるはずだ。みんな、ニーミルの泉へ急いで。一刻も早くハデスを止めなくちゃ。お前の魂はいただいた。これでユグドラシルは俺のものだ。私が滅びる。まさか終わらせ、こんな形で。体中に力がみなぎってくる。俺がユグドラシルの力か。みんな落ち着いて聞いて。オーディンの気配が今完全に消えたわ。消えた。あのオーディンは死んだというのか。ユグドラシル。ついに手に入れたぞ。この力さえあれば俺は誰にも負けない。そう、あの弟にさえ。時は満ちた。今こそゼウスに代わり、この俺が神を滑る存在となる。わしの代わりなど誰にも務まらん。ハデスであれば理解できるであろうに。ゼウス、気持ちはわかるけど考えるのは後よ。今はこの大軍から逃げることを優先しましょう。西の神殿付近はまだハデスの手先が少ないわ。あそこからなんとか逃げられるはずよ。この怪物、攻撃がまるで通らんな。これでは先に進めんぞ。おそらく怪物を操る術者がいるはず。まずはそれを探し出さないことにはな。南西から強い力を感じるわ。術者はきっとそこよ。見事だ、その武力。百の兵より頼もしい。ハデス、やはりあなたが全ての元凶だったのか。今こそ攻勢に出よう。分かったぜ。その言い草。なるほどな。俺のことを嗅ぎ回っていたのはやはりお前か。お前の魂にはどこかであった気がして。殺されてまで職務に励んでいたとは殊勝なことだ。すごいわ、ペルセウス。その比類なき力、私が見込んだ通りね。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。Come on!
なんと勇ましき敵か。武勇とて引けは取らぬ。なんと圧倒的な力だ。これであの怪物にも攻撃が通じるはずよ。早速ゼウスに見せつけてやるとするか。私なんとなく分かってた。ハデスがゼウスに時々向ける視線の意味。でもそれがこんなに激しい思いだったなんて。こうなる前に気づいてあげたかったわ。通りたき俺を倒していけ。ここにまでハデスの手が。倒して進むしかないみたいね。やった。さあみんな急いで。逃げるかゼウス。神々の王が聞いて呆れるぜ。まあいい、今は見逃してやる。だが覚えておけ、金輪際お前は俺に勝てはしない。絶対にな。覚悟はしていたが、ペルセウスの掴んだ情報はやはり真実だったな。ハデスめ、仲間の顔で俺たちを欺きながら時が満ちるのを待っていたというわけが。ことここに至るまで見抜けなかったとは。弟であるわしですら気がつかなかったのだ。お前たちが見抜けぬのも無理はない。みんな辛い気持ちはよくわかるけど、今は打ちひしがれている場合じゃないわ。ユグドラシルから得た力でハデスが異界と冥府をつなぐ入り口を広げてしまったみたい。召喚された冥府の大軍が迫ってきているわ。冥府の亡者相手に撤退戦か。めんどくせとしか言いようがないぜ。けど生き残るには何とか乗り切るしかないな。